はい、どうも皆さんごきげんよう。というわけで本日は、鶏のもも肉とじゃがいものソテー、久々にやっていこうじゃないか、通寸法でございます。というわけで本日も早速、いってみよう。鶏もも肉、はい、切れ込みを入れて、こんな感じ、および、皮目も切れ込みを入れます。はい、この感じでね、塩をしっかり振って水分を出しましょう。はい、では、水分を出していきます。バレーション4つぐらい使いましょうかね。軽く洗って切っときますか。もう一回洗ってきれいにします。はい、では軽く洗いましたので水分を切っておきます。ニンニク皮ごと使います。 OK。 はい、このニンニク水分が随分出ましたので水気を軽く切って、はい、では焼いていきましょう。オリーブオイル適量、鶏肉を乗せて、ローズマリー中火にしたら、おもし、ジャガイモ、はい、ではこのまま5分ほど焼いていきます。はい、では5分ほど経ちましたってわけで一旦外してみて、ちょっといい感じで焼き色ついてきましたね。もうちょっとね、はい、で、まあじゃがいもなんかひっくり返してください。じゃはい、というわけでこのまままた5分ほど焼いていきます。はい、さらに5分ほど経ちました。というわけで見てみましょうか。お、いい感じじゃない。じゃあ一旦鶏肉外します。コンソメ適量で、ここにまた戻します。というわけで、よいしょ、じゃあこの、水分がなくなっていくまでね、煮詰めていきましょう。まあいい感じにね、煮詰まってきたんじゃないのつうわけで食べていきましょうか。はい、まず鶏のもも肉、こしょう、はい、しっかりめ振って完成です。いや、どうですかこれ。久々に作りましたけど、やっぱりこれ完璧な布陣でしょ。では食べていこうじゃありませんか。そうそう、どうしてもこのカリカリ具合、いただきます。どう、完璧な火の入り方、最高ですね。いただきます。最高だ。皮ごとが結構好きなんですよね。なんでこんなに美味しいんでしょうね。はい、ということで残りはゆっくり食べていきたいと思います。というわけで本日の動画はここまで。また次回お会いできたら幸いでございます。ということで皆さんごきげんよう。さよなら、バイバイ、またね。このジャガイモが
ちゃくちゃ美味しいと思います。